こんにちは、シャムネコです。ジャンガリアンハムスターのジャンハムだよ。小説の紹介をさせていただきます。今回紹介する作品タイトルは魔法使いで引きこもりモフモフ以外とも心を通わせよう物語です。これからネタバレなどがありますので気になる方はご注意ください。この作品を簡単にまとめますと、親切な女神のおかげで異世界転生したおじいちゃんのお話になります。90歳で大往生したのですが、戦争時に焼夷弾を受けて顔や体にひどい火傷を負ったため、生涯病気や火傷によって苦しみ、顔は初対面の子供が泣き出してしまうほどだったおじいちゃんです。でもそんな境遇にもかかわらず、多くの人助けをして町のみんなにも愛されていました。女神様曰く仙人になりそうな勢いで徳が高い人物です。でもそれにもかかわらず、彼は一人孤独に死にました。おじいちゃん孤独死だったんだ。亡くなったのを見つけたのは小学校の見守り隊でよく会話して懐いていた子です。もっと早く来れればととても悲しみ後悔していました。本当に愛されていたんだね。孤独になりすぎていたから、ちょっと人生やり直してみないかと女神様に異世界転生を持ちかけられます。天国行きを転生行きに変更するからプレゼントもあげますよって。なので主人公希望の健康な体と贈り物チートをもらって転生することになります。異世界転生でこのノリ結構珍しい気がする。何か異世界で転生者にさせたいことがあるわけでもうっかりでもない、女神様の純粋行為が理由の転生ですからね。実際転生先で主人公が波乱万丈ながらものんきに過ごしていたら、もっと自由にはっちゃけて生きろと葉っぱをかけられたりします。せっかくもらった魔法すらあんまり使いこなさず、養い親が亡くなった後また一人で引きこもりそうになっていましたからね。チートもらっているのにおとなしいんだね。いや、やらかしてはいるんですよ。でも元々落ち着いたタイプですからね。そんなわけで生まれ育った山を降りて魔法の勉強をするなら大きな学校がある町に行こうとした時に、希少獣の卵石を拾います。希少獣卵石。卵石はいつの間にかどこかに落ちている獣の入った卵で、つがいの獣から生まれるのとは別の獣になります。その獣は希少獣と呼ばれて種類も様々。空を飛ぶのは奇獣とも言います。基本的に卵石は拾った人のものになりますが、聖獣と呼ばれる上位種は国が管理しているので個人所有ができないことになっています。空を飛ぶってことは鳥なの？というかこういう流れだとその聖獣を拾ったのかな。鳥以外も風魔法で飛びます。今回拾ったのは聖獣ではありません。猫の希少獣でフェレス、異世界語で猫はフェーレースと名付けました。成長は早いですが一巻ではまだ幼獣ですね。すごく可愛いです。子猫が可愛いのは正義。なるほど、題名のモフモフ成分がここで出てくるんだ。はい、話が進むと他の希少獣のモフモフたちとも関わるようになります。とはいえフェレスはこの世界の一般的な希少獣です。人間と一緒に生活するためには調教というかしつけが必要になるし、強さも特別というわけではありません。主人公もただ猫可愛がりするんじゃなくて、生涯一緒にいるためにときちんと責任を持って育てようとします。この小説本当にそのあたりがしっかりしていてとても好きです。それはいいね。主人公がもともと徳が高いおじいちゃんっていうのないかわかるね。性格的にはもう完成されたキャラなので、主人公が変わるのはやっぱり誰かと一緒にいるようになってからですね。良い友達がたくさんできます。どんな友達できるの？幅広いですね。旅の初めで魔獣から助けて縁ができた商家の老人、初めてできた冒険者の友達、ハイエルフ関係の子供を連れた龍人、学校でできた同級生や先輩、養い親に恩がある英雄とかですね。普通に友達というならもっとたくさんいます。本当にいっぱい友達できたんだ。そういえば恋愛関係はないの？恋愛相手は一応出てくるんですが、あまり恋愛っぽくない感じですね。ヒロインが分かった時にちょっとびっくりしたくらいです。どちらかというと友情の数と濃度がすごいです。さっき挙げた友達もかなり覚悟決まった友情が多いんですよね。ブロマンスと言ってもいい熱量。友達たくさんいたけども、その友達のほとんどが
主人公にとって代わりがいない大事な友達で、そしてそれぞれが主人公への信頼度が天元突破している感じですね。とはいえ主人公がこうあまりテンションの上下が少ないというか、糖度高めの心情が育っていないというか、第2部で出てくる子が言う妖精さんというのがしっくりくるというか、あおじいちゃん、主人公はもちろんとても友達を大事に思っていますけどね。今は転生して子供の姿ですし、理由があってなかなか成長もしにくく、何より主人公自身が子供の時から一人だったので、誰かと一緒に過ごす子供時代をやり直しているところなので、転生者らしくものづくりや美味しい食べ物をいろいろ作ったりもして、魔法以外でも楽しく過ごすようになりますよ。特に食べ物関係は戦争時に苦労したり、自分が体が弱くて食べられないものが多かった関係で、作るのも食べさせるのも大好きですね。何よりだよ。ということはほのぼのスローライフなのかな。基本はそうなんですが、生まれにいろいろ訳があるし、冒険者として厄介事を片付けることもあるし、人と関わるようにしているので、どうしても煩わしいことも発生してしまっています。もふもふとのんびり楽しい異世界スローライフっていうだけではならないですね。謎があるからこそ面白いけど、この主人公には不幸がないといいなって思うよ。安心して読めるんですけど、誰かに迷惑がかかりそうとか、厄介すぎることが起きたら周囲の記憶消して、面倒がかからないよう根回ししてどこかへ逃げようっていうことを常に考えていますからね。こういうところが引きこもりというか一人気質、周りもだからこそ主人公がそばにいるうちは頑張っているんだと力を貸してくれます。誰か一人がとんでもチートというより、題名通り心を通わせよう物語っていうことが主軸にあるお話なんだと思います。それでは感想をまとめます。1. 異世界転生、 2. チートあり、 3. モフモフかわいいというところでしょうか。主人公はもともと知識を得るために本を読むのが好きなので、たくさん本が読みたいと学校に通うようになります。魔法を使いたい、ものづくりしたいということもありますが、この転生した異世界がどういう世界なのかというのも楽しく勉強しています。なので女神様が何かをさせたいわけではなくても、いろいろこの世界がどういった歴史を持つのかといったことは主人公を通して知ることができます。何か問題があるの？さすがに一巻ではないんですが、ずっと古代関係でいろいろ厄介事が起きているんですよね。魔獣が暴走するスタンピードだったり、国関係のことだったり、序盤から出てくる悪魔付きのことだったり、つまり過去に何か厄介事があったってことなんだ。でもそれが今現在にもつながっているのかな。とにかく安定感がある主人公なので、情報の精査もですし、人物関係や冒険者としての動きなども安心して読めます。この古代の謎もいろいろ伏線が散らばっているので、伏線回収される時が楽しみです。今回の感想はここまでです。今後もいろいろなテーマでいろいろと感想を語りたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。またよろしくお願いします。